割と いいんですよ。なんすかね、あれ僕も見てるんですけどあれどの層が見てるんですか。わかんないけど、あの安定して伸びているというか、これ見るんだと思いましたまた木地彦さんに来ていただきました。今日はどんな感じですかね。やっぱり今日も、はい、あの腰と肩、特に肩がちょっと痛くて、はいはいはい、あ肩、左肩、両肩が、はい、首筋からと、はい、この肩甲骨的なところが、はいはい、感じですね。かしこまりました。今日基本の45分を、はい、やるということでよろしくお願いいたします。お願いします、はい、お願いします。お疲れ様でした。と、あれですね、晴れ間が出てきたというか、天気が少し安定してきましたね。なんかあの、18日ぐらいの時点で、はい、なんか実は8月は全部雨降ってたっていうのを聞いたんですけど。そうですか。でも確かに、あの、40年以来の、ね、あるらしいですね、なんか15日以上雨が続いたのは記録的なということで。ひょうとか豪雨とかもあったりして。ひょうですか。うん、あのなんか部分的にひょう降ったりもあったみたいです。すごいですね。はい結構怖いですよね、気象が。お仕事いかがですか。はい、大丈夫です。はい、肩甲骨周りが辛い。あ、そうですね、はい、髪の色ちょっと落とされました。なんか、はい、切ったら、はい、だいぶ落ち着いてきました。そうなんですね。なんかもっと明るかった覚えがあるなと思って。そうそう、そろそろやめようかなみたいな。そうなんですか。傷んじゃいますからね。はい、年齢的に髪の毛で短くされましたね。はい、うん、なんか似合ってると思います。結構短い時は多かったんですけど、はい、あ、そうなんですね。なんかなかなかいけなくって、はい、余計なお世話ですけど、つむじ2つありますね。いや、ほんとそうなんです。結構目立つなと思って。そうなんですよ、これ結構難しいですよね。はい、剥げてるんじゃないかみたいな。どうなんですかね、つむじから来てるのかなんか分かんないですけど。そうそうそう、珍しいですよね、2つこう、うん、なんかそうそう絶対言われちゃいますよね。肌色率多いですね。なんかどうしてもつむじがあるとそうですよね。そこがちょっと毛が薄くなっちゃいますからね。つむじじゃないんですかね。いや、つむじですよ、これは。来てるんですかね。どうなんですか、ちょっと分かりづらいですけどね。やばいっすね。まあでも今、なんかそういうのはもう科学の力でどうにかできる時代みたいな。いや、なんかあのお客様でなんか飲み薬を出して、はい、そうそうそう、でもそう、でもちょっとお金がやっぱり高い。そうなんですよね、でもそんなめちゃくちゃ高くはないんですけど、はい、やっぱずっと続けないとやめるとまた。そうなんですって。なんですかね、やめるとダメなんですか。あのなんかホルモン分泌をなんか、あ、はい、変えるというか抑制するとかそういうものらしくて。そうなんですよ、だから飲むと生えてくるんですけど、やめると抜けていくみたいな。あのだからすごいボーピングみたいな。なんかね、だからその、あの大震災があった時も、はい、もうなんかめちゃくちゃになってるのに、うん、買いに来た人がいっぱいいたんですって。あ、そうなんですね。そう、もうやっぱなんかそういうかくらい、なんかもう周りがどうこう関係ないみたいな、自分の頭髪問題が一番大変なんだよみたいな。そうっすよね。でもそうなんですよね、やっぱ、まあ、女の人でもね、例えばなんか飲まなかったら、はい、あっという間にシミがみたいなやつだったら
多分買いに行きますからね、雨でも雪でも。見た目のことはやっぱね、人間大事ですよね。そうですよね。気になりますよね。毛は特に。毛問題気になりますよね。え、あの、どうなんですか、その遺伝的要素とかは。まあ、なんか大丈夫そう。あ、そうなんですね。あ、じゃあストレスとかそんなぐらいのことじゃないですか。あ、そうなんですね。多分なんかその遺伝要素が なかったら多分その生活面のことが大きいって聞きましたよ。マジですか。来てますね。多分やっぱこう疲れが溜まってるからじゃないですか。確かにそうですね。もう編集、仕事行って編集して撮影して編集してみたいな。いつ休むんだろう。あの、YouTuber って休みないですよね、考えると。なんか、私あの、精神病むなと思うんですけど。なんか、どの辺で休んでいいかわかんないですもんね。なんかないですね。ないですよね、はい、なかなか。いつも仕事っちゃ仕事みたいな。はい、なんか、そういう、何しててもなんか一応、ね、これもネタになるかなとか。そうですね。考えちゃうし。なかなか厳しいですよね。土日とか特に、うん、撮影しようみたいな感じ。あ、そうか。普通休みの時にむしろ仕事が入るんですね。そうですね。平日仕事終わってから編集みたいな。で土日が撮影。そう休みない。本当それでなんかあれこれやばいって思って。いや、やばいですよ、人間休み休みじゃないと。ですよね。ですよ。なんかイライラしちゃったりしません？あ、しますよ、やっぱり。やっぱそうですよね。伸びないとイライラしますよね。ですよね。なんかそれで頑張ったやつがね、なんか再生数伸びなくてなんかそうでもないやつが伸びてたりすると本当俺がやってることって何みたいになってきますよね。なんか努力って何みたいな。大変ですね。ね、大変ですね。食べれてますか？あ、食べれてます。食べてますか？痩せてますよね。でもあ、そう、太れない体質みたいな感じですか？ あんまり太らないですね。これ痛くないですか？あ、ちょっとまだ大丈夫ですか？はい、なんかギリギリぐらいの。ギリギリ。嫌な痛みあったりしたらおっしゃってくださいね。はい、痩せてるのもやっぱ疲れるみたいなんですよね。あ、そうなんだ。支えが弱い感じなので。 はい、あとそのエネルギーの貯蓄が できないので。あ、そうですね。そうなんですよ。なんか結構すぐ補給したり休んだりしながらじゃないと、自分も割と痩せ型でそうなんで、はい、疲れやすいんですよね。めっちゃすぐ疲れます。疲れますよね。はい、結構なんか太っている人とかの方が頑張りが効くっていうか、持つんですよね。体力あるなって。なんならご飯食べに行った時で疲れてますね。咀嚼で疲れてくるみたいな。休憩しないと無理。でもありますよね。私もちょっと、食べて疲れるってありますよね。お腹が来ないと肩凝ってくるんですよね。うん、そうなんですね。ありますよね。これなんで、やっぱ、重くなるから。そう、そうですね。なんか胃が引っ張って肩こり。あ、そうなんですね。だからお腹周りの筋肉とかその安定のいい体だったら大丈夫なんですけど、筋肉が少ない人っていうのは支えが弱いので、やっぱり すごい影響が、で思うのに慣れてないじゃないですか、自分の体軽いんで、はい、だからなんかちょっと重くなるともうなんかその割合としてかなりパーセンテージを占めるので。そうなんですよ。だからたくさん食べるとその分はっきり重さを感じて辛いって。機材が一番辛いですよ。重いですよね、あのカメラなんて。あれ大変だなと思いました。すごいでかいからプルプルしちゃいます。プルプルサビライトはないのにプルプルしちゃう。でもいや、でも分かりますね。あのね、プルプルするら重いですよね。あれだって6キロぐらいとかあるんですか？カメラ自体は
2キロぐらいですね。あ、そうですか、はい、でもなんかこう合わせてなんやかんやものにその追加でカメラも入れてになるし、はい、結果的に荷物が5、6キロになっちゃいますよね、はい、なります、ええ、三脚が重くて、あー三脚でかいですしね、かさばりますよね。そうなんか撮影機材いろいろね、バッテリーも持ってったりとか、はい、そうそう、ビデオカメラがやっぱり一番、うん、感じ感が一番やっぱりいいですね、うん、そこで出る時は、うんうんうん、そうですよね。でもやっぱ小さいやつの方が楽ですよね、うん、楽ですやっぱり。でもやっぱでかい、いいやつ、高いやつってすごい綺麗ですね、とその映像が、まあ、そうですけどね、うん、そこまでそこまで体を犠牲にしてまでみんなそこまでいるの別にいらないよみたいな感じかもしれない。あ、特に今小学生とかそこまで映像美こだわってないかもしれないですね。それはいいからもっと米変えようみたいな。あ、そっか、確かに新しい米を変えようって。世界じゃないですか。はい、なんか出口がない感じがする。うん、なんか手つけ始めると。